はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ゴーストガールです。さあ、本日なんですが、オルターガイストをね、作ってきたので、こちらのデッキを使ってデュエルしていこうかなというふうに思っております。マルチフェイカーがですね、これ、純制限に緩和されましてですね、もともとリミット1、制限カードだったんですけども、これが純制限に緩和されまして、オルターガイストね、もともとその、ポテンシャルはすごい高いデッキで、まあ、環境デッキの一角だったこともあるんですよ。OCG だとね。で、マルチフェイカーが帰ってくると、まあ、なかなか結構、なんだろうな、動きやすくなるというのがありましてですね、オルターガイスト。まあ、結構、マジでダイヤ1程度であればなんかいけんじゃねって思ってるんですけども、まあ、もともとポテンシャルが高いデッキなんで、こちらをね、一応まあ、現行ルールにのっとって、作ってきましたと。そういうデッキです。でですね、オルターガイストってどういうデッキかっていうと、大枠ね。ワナビなんですよ、基本的には。ワナビなんですけども、モンスターの効果も結構強くてですね。ワナは、例えば、スキルドレインとか、これ相性良くて、スキルドレインと、オルターガイストプロトコルっていう、このカードとの相性がすごい良くて、プロトコルから、魔法トラップゾーンに存在していると、オルターガイストカードの効果の発動と、発動し効果無効化されないっていう効果があるんですね。で、プロトコルがあって、スキルドレイン貼ってると、なんか、オルターガイストの効果は無効になんないけど、相手の効果だけ無効にできるっていうのが意味わかんないことが起きるんですよ。これめっちゃ強くて、まあ、リミット2になっちゃったんですけども、ここ、合わさるとめっちゃ強いんで、まあ、ここは入ってますと。で、さらに、トラップカードで、例えば、オルターガイストを蘇生できるね、マテリアリゼーションとか、あと、スプーフィング。これ手札、かフィールドからオルターガイストカードを持ち主のデッキに戻すとオルターガイストを持ってこれるっていうカードなんですけども、こういうトラップカードをいっぱい入れてこのマルチフェイカーの効果を起動していくっていう、まあそういう機なんですよ。で、自分がトラップカードを発動するとこのマルチフェイカーっていうのは手札から特殊召喚できて、で、特殊召喚に成功すると墓地からでもいいんだけど、墓地からまたは手札からまたはデッキから特殊召喚すると、デッキからオルターガイストマルチフェイカー以外のオルターガイストを守備表示を出せるということで、マルチフェイカーの効果で出してくるのが、まあ、基本的にはこのシルキタスっていうやつですね。これは、オルターガイストカードを手札に戻すと、なんかフィールドのカードをバウンスできるっていう効果があって、これを、構えていくことによって、相手の、まあ、なんだ、展開を妨害していくっていう、まあ、そういうテーマです。で、この、マルチフェイカーがトラップカードを発動して、いれば何でもいいんですよ。出てくる条件が。なので、まあ、例えば無限抱擁でやるとか、まあ、それからまあ、過密戦とか、まあ、こういうね、強いトラップカードを発動して、で、手札からマルチフェイカー出して展開していくみたいな感じですね。で、打点が結構低いんですよね。オルターガイストって。まあ、最高下級の打点がなんかその1600とかそういうレベルなんで。なので、どうやって相手のカードを除去していくかっていうと、基本的にはこのメルシークっていうモンスターの、墓地送り効果か、それか、シルキタスのバウンス効果になっていきます。メルシークは直接攻撃ができて、なんかそのダメージ与えるとフィールドのカードを墓地を送るっていうことができるんですよ。だからこのメルシーク君があれですね、なんか簡易アーゼウスみたいな感じの効果を持ってて、これで相手のまあ、モンスターとか、まあ、魔法トラップ除去したりとか、シルキタスでバウンスしたりとかしていなしていくっていう感じですね。で、モンスターだけだとそこまで妨害はしけないんで、トラップカードで結構そのパワーを上げてあげるみたいな感じなのと、あと、魔法カードを完全に無力化するために、魔法使い族なんですよ、オルターガイストって。だから、魔法族の里が入っていて、まあ、今回のこの構築は、効果をプロトコルとかスキルドレインで無効にして、モンスターのね。モンスターを無効にして、で、魔法カードを魔法族の里で無効にしていくっていう。だから、まあ、魔法とモンスターを無効にしていくっていう、そういう、まあ、コンセプトで作っております。で、まあ、他の、まあ、モンスターのギミックはね、対戦しながら説明してるんで、見ていただけばわかるんですけれども、リンクモンスターですね。リンクモンスター一応説明しておきます。ヘクスティア君。これまあ、これ結構出すんですけども、リンク2で、オルタガイストモンスター2で作れるっていう。で、打点がリンク先のモンスターの、分アップするっていう。これもともと1500しかないんだけども、例えば、リンク先にマリオネッタがいたら3100とかになるみたいなね。で、魔法トラップカードの効果を、リンク先のオルタガイストをリリースすると無効にできるっていう効果があって、まあ、要するに、リンク先に、例えば、
あのメルシーク置いとくと、メルシークこれ墓地送られるとなんかあのオルタガイストをサーチできたりするんで、まあこういうシナジーがあったりとか、あと単純にね、マリオネッタの3100にしといて、殴られるのを牽制しながら魔法トラップカードはこいつの他で無効にしていくみたいな動きになっていきますね。で、さらに、フィールドから墓地を送られるとデッキからオルタガイストカードを手札に加えるっていう効果があるから、ヘクスティアを例えばプロトコルのコストで墓地送ってもなんかそのオルタガイストカード持ってこれたり皇族持ってこれたりしますし、これめちゃくちゃ強いということですね。で、ヘクステアが基本的には一番よく出すんだけども、リンク3とリンク4もいまして、リンク3がこの、プライムバンシー君ですね、オルタガイストモンスターかける、2体以上と、自分が相手のメインフェーズ中に、オルタガイストモンスター相手をリリースするとデッキからオルタガイストモンスターをリンク先に特殊ができる、まあ、これで例えば、シルキタスとか、マルチフェイカーを持ってきて、まあ、効果を使ったりとかっていう動きを相手ターンにもできるみたいなね。で、このカードがフィードから持ち上げると自分の墓地のオルタガイスト回収できるってここもあるから、まあ後続も確保できる。結構ね、オルタガイストってリンクモンスターこの2、3が割と回収効果とかサーチ効果持ってるんで、なんか戦線維持がしやすいんですよね。あのアドバンテージがあんま失わなくて、まあ、非常に強いです。で、リンク4、まあ、これはあのエースアタッカーなんだけども、お互いのバトルフェーズに自分のフィールドの他のモンスターをリリースすると、攻撃力がアップする。さらに、戦闘で相手モンスター破壊すると、相手のモンスターを1体選んで破壊できる。で、さらに攻撃がもう1回できるっていう。まあ、結構これエースにふさわしい、性能をしています。これちなみに召喚ムービーあります。で、こいつが破壊される場合に、代わりに自分のうちのモンスターも除外できるっていう破壊体制もあるということですね。まあ、なかなかに強力なリンク4のモンスターとなっています。これをまあ、出して殴っていくこともできますし、もちろん普通にリンク繋いでいって、アクセスコードとかも出せますみたいな感じですね。はい。まあ、ちょっとね、かなりね、癖が強いというか、回し方に、なんだろうな、練習が必要な、割とプレイングが出るデッキとなっておりまして、結構難しいんですが、回すの。普通にやってることめっちゃ強いんで、さすがにちょっと、見ていただければなと思いますんで、気に入ったらぜひ皆さんも使ってみてください。デュエル、スタンバイ。このデッキ、むずくない？このデッキがめっちゃむずいんだけど。なんかプレイングさ、なんか選択肢めちゃくちゃあるからさ、すげえむずいんだよこのデッキ。旅路来た。なるほど。これあの無限保有マルチフェイカーっていうなんか劇的にやべえ動きできますよこれ。はい。マルチフェイカーがね、リミット2だったので、まあオルタガイスト組んできたみたいなところあるんですけども、選択肢、そのプレイングの選択肢がめちゃくちゃある、まあ、デッキで、なんかその決まったルートとかあんまりないんですよね。まあ、ルートというかもう展開あんましないから、その相手の動きをもう一個一個抑制してなんか妨害していくみたいな感じのデッキで、学びみたいなね感じなので、なんかね、私の最も苦手とするプレイングが必要なタイプのデッキですね。はい。でも何回もプレミスすると思いますが、ご容赦ください。今回のこのデッキはなんか練習してて思った、このデッキむずすぎって思った。グリフォンライダーね。グリフォンライダーはまあ無限保有で当てまして、無限保有に当てまして、で、ワラッカードが発動するとマルチフェイカーが飛ばせるので、エンドフェイズ何そんな感じで終わるんですか。まあ、とりあえず無限保有を発動するぜ。さあ無限保有を発動し、グリフォンライダーを対象にその効果を無効にしていく。まあ、これは止めなくてもまあ変わんねえから、でも使わないじゃないですか。でトラップカードを発動したことによってオルタガイストマルチフェイカーの効果を発動、自身を手札から特殊召喚して、さらにデッキからオルタガイストモンスター相対を特殊召喚できる。マルチフェイカーの効果がそう、これによってデッキよりオルタガイストシルキタスを特殊召喚。シルキタスはちなみにオルタガイストカードを1枚手札に戻すことによって相手のフィットのカードを1枚バウンスできるという最強効果を持っているぜ。これによって実質グリフォンライダーは無力化された。よし、オッケーオッケー。スキルドレイン来た。なるほど。トラップカードがね、発動できればマルチペイが出せるんで、まあ無限保有はね、圧倒的最強カードですね。これグリフォンライダー抜けなくね。打点足んなくね。2800守備高くね。ちょっと待って。ちょっとこれ2800抜けないんだけど、どないしよう。メルシークとか来てくれればね、一応いけんだけどさ、ちょ無理そうだな、これ2800突破すんの。それオルタガイスト結構ね、打点低いんですよね。単体だと。まあなんで、リンク召喚とか繋いでいったりとかしないといけないんですけども、若干ね、2800抜きづらいみたいなところはあるね。で、旅路発動して、で、なんか持ってきてから、まあ水使い捨てるのはまあいいわ。
アラメシアの儀打たれると、グリフォンライダー復活しちゃってめんどくさいので、まあ、神の宣告を打たざるを得ないといったところですかね、これは。アラメシアの儀に神宣打つしかねえの、ちょっときついな。ああ、でアラメシアの儀持ってくるだろう。アラメシアの儀を持ってきて、でサーチして発動していく。はい、まあ、当たり前に神宣、神の宣告発動。そして神の宣告がトラップカードのため、トラップカードが発動するとまた手札からマルチフェイカーが飛んでくるぜ。うおー、おっさんの効果で無効にして、でマルチフェイカー君の効果発動。マルチフェイカー君はトラップカードが発動すると手札が特殊なんできるぜ。あ、ちなみにスキルトレインはね、あのプロトコルがないとちょっとあんま仕事しなくて今あんま関係ないです。で、マルチフェイカーの効果、マルチフェイカーは手札から特殊が成功した場合、手札からてか特殊が成功した場合、デッキからオルダガイストモンスターを特殊召喚できる。来いメルシーク。まあ、こいつがねですね、ダメージ与えると相手のカード墓地を送るってことがあるんで、まあ、メルシークさんで相手のモンスターを墓地を送ったりとか、しかもこいつあの墓地を送られると、オルタガイスを持ってこれるっていう、サーチできるっていう効果があるんで、これね、なんか強いですね。で、流送権限。ね。流送権限ね。まだシルキタス残ってるんで、そいつはさすがに、バウンスした方がよくね。シルキタス効果発動して、今召喚券使ったな。シルキタス効果発動。シルキタスの効果により、こっちかな。メルシークはまあ残しといて、サーチ入れられるからこっちやな。で、タイヤ君ちょっと帰ってください。はい、さよなら。オッケー。で、これで龍炎って言われるときついか。オッケー、大丈夫だ。オッケー、大丈夫。大丈夫。そしたらな、メルシーク殴りもしないんだね。っていうか、ウララ来た。なるほど。で、2800を処理しなきゃいけないので、まあ、メルシークでぶん殴りに行く説が濃厚かな。メルシーク攻撃表示。で、バトルフェーズ入る。ちょっとバウンサーまでいいや。メルシークで、あの2800守備をちょっと抜かないと、あの、守備力高すぎ問題が発生しまして、グリフォンライダー君抜けないっていう説あるんで、ちょっと一回こっちでどうでもらっていいですか。はい、ありがとうございます。ほんでだな。こっからはマリンクし伸ばしていくか。まあ、こうなってくると結構ですね、あのオルターガイスト割と制圧力が高くなってくるんですが、まずはリンクに行きますか。メルシークとシルキタスでリンク召喚。現れよオルターガイスト、ヘクスティア。そして、メルシークの方だと、メルシークによってオルターガイストカード、オルターガイストモンスターを1体手札に加えることができるぜ。まだ召喚機は俺は割いてない。そしてもちろんオルターガイストマリオネッタをサーチ。マリオネッタは召喚に成功するとオルターガイストマジック、あ、オルターガイストトラップカードを1枚、デッキからセットすることができる。ちなみにオルターガイストヘクスティアはリンク先のモンスターの打点分上がって、リンク先のオルターガイストをリリースすると相手のマジックトラップカードの発動を無効にできる。これで、ミッションインポッシブルゴーストプロトコルをセットして、でミッションインポッシブルゴーストプロトコルによって相手の、あの効果を1回無効にできるオルターガイストをリリースすると、でさらにオルタガイストのモンスターの効果の発動は無効化されないという効果がある。シルキタスが欲しいっている、まあ、蘇生する必要ないな。一応ですね、マルチフェイカーさんですね、なんかフィールド上のオルタガイストをリリースするとなんか墓地からオルタガイスト出せるっていう、まあ、一応効果があるんですけども、それは特に今のところしなくても良さそうな気がするね。でカードをドローした、オルタガイストプロトコルを発動。オルタガイストプロトコルの効果によって、相手のフィールドの効果、相手のフィールドのモンスターの効果をオルタガイストをリリースすることによって無効にするっていう効果。でさらに、オルタガイストマルチフェイカートラップカードを発動すると手札が特殊ができて、でさらに、オルタガイストマルチフェイカーの効果によってデッキからオルタガイストを特殊ができたという効果。 OK、 これは完璧だな。ちなみにこのミッションインポッシブルゴーストプロトコルが発動されていると無限包囲よ。何、そんな今さらそんなカードを使ってたところで大丈夫か。本当にそいつでいいのか。まあいいか。まあ、別にシールキタスはまあ、あのこの蘇生トラップでまあ蘇生できるんで、まあなんとかなりますね。ああそうか、あの無効なんねえわすやったわ。ごめん、あの俺も忘れてた。あのね、ゴーストプロトコルがありますと、ミッションインポッシブルゴーストプロトコルがあると、オルターガイストモンスターが発動した効果が一切無効化されないっていうなんかヤバすぎる、効果がありました。これスキルドレインと相性いいんですけども、これ無限包容とか食らっても無効化になりませんので、無限包容無意味ですね。はい、わかります。これこのゴーストプロトコルさんの効果によって、相手の、無効化するような効果を発動されたとしても、例えばウララとかね、無限保養とかいう効果を発動されたとしても、
オルタガイストプロトコルの効果によってオルタガイストの効果は無効にならないっていう、無効化はされない、強すぎ、何もできないってか。ビシュダさん、あ、いいでしょう、ビシュダさんの効果、え、これビシュダさん、これ止めちゃったらいいんじゃね、これタイヤだよな、あとね、もう一枚タイヤ、タイヤはスキドルでいけるしな。これミッションインポッシブルゴーストプロトコルの効果によって、オルタガイストメルシークを墓地に送りながらビシダの効果を完全に無力化し破壊していく。これ無効にして破壊も強いんだよね、これプロトコルって。はい、さよならって言って、でメルシークが墓地に送られたので効果が発動して、メルシークの効果が発動、メルシークはオルタガイストモンスター相対を手札に加えることができる。でマリオネッタ持ってきて、はい、最強すぎる、アマランに最強。シルキタス君がちょっと手札ひでに弱かったな、まあ、シルキタス出せればまあタイヤ君ね、はい、 OK いいでしょう。でタイヤの効果を発動して、墓地から原理族を除外してトークンが出てこようとしますが、これをスキルドレインで止めていく。おい来ました、このねゴーストプロトコルプラススキルドレインっていう盤面、これ相手の効果だけ無効になります。基本的に自分が一応永続的な効果は無効になっちゃうから、そのなんだヘクステの打点が上がるとかね、こういう効果は無効になりますけれども、実質ゴーストプロトコルがあるからオルターガイストの方が無効になんないから、その結局相手の効果だけ無効になるっていう状態なんですよ今現状ね。うん、デッキから手札に加えるのはこれは何でもいいが、まあメルシもつきますか。 OK、 ほんで1800は抜ける、大丈夫、2800は抜きづらいけど1800は多分抜ける。で、オルタガイストマテリアリゼーションを発動、このカードの効果は墓地のオルタガイストを蘇生するという効果、ちなみにシルキタスあるからバウンスもできるんだこれな、相手のモンスターを、はい、でヘクスティアさんはリンク先のオルタガイストをリリースすると魔法トラップカードを無効にできるっていう効果あるから、相手の伏せカード、なんか知らねえけど、あの伏せカードも無効にできると。でワンフォーワン来た、いいぞ、いったシルキタスか、シルキタス召喚でワンフォーオールオールフォーワンを発動、この効果によって、デッキからレベル1のオルターガイストモンスターオルターガイストプークエリを特殊召喚できる。そしてプークエリをバウンスしながら、この無駄のない動きね、でプークエリバウンスしながら相手の伏せカードをバウンスしていく、それなんですか、はい、なんでもないかったですよ。ほんでリンク伸ばしていったらこれワンキル取れるかな、これなんかこっからのなんか展開の仕方あんまわかんねえこれどうすればいいのこれ。リンク3リンク4リンク3リンク4つなげてったら打点足りるか、とりあえずオルターガイストプライムバンシーを、出しながらヘクスティアの効果とプーケリの効果発動、プーケリはリンク3になるとポッチから蘇るというか、まあ、手札に返ってくる効果と、ヘクステの方によってオルタガイストカードをデッキから手札に加えるという効果、はい、でだな、あーんと、とりあえずなんかリンゴモンスター蘇生しなきゃいいか、マルチフェイカーを変身させて墓地のリンク数を稼ぎ、はいはい、ヘクステ来た、ほんでリンク4リンク4いきます、でも行ったところで別に勝てねえか、わかんねえこれ、スキドレ発動してさ、プロトコル発動すると強いんだよこれ、どうてワンキルするの俺、まあ、いいよもう、さすがにでも手札3枚全部無力化できるぐらいのレベルの反応してるんで、何しても多分無理でしょこれ相手、はい、でメインズ入って、でちなみにフリーチェーンバウンス1回とマジックトラップカードの効果無効が1回と、それからまあ裏らでなんか何らかの効果無効が1回 と、プロトコルでモンスター効果無効が1回みたいな感じなんで、4妨害ぐらいあるんですこれ、盤面的にバウンス魔法トラップ無効モンスター効果無効があるんで、あと裏らの無効あるんで、これさすがに、ね、あの手札全部無力化できると思います多分、はい、君は何をしたところで多分おそらく勝てない、この俺のガバガバプリングでも勝てるオルタガイスト最強か結構ガバガバだけどね。メインフェーズ終了前、まあいいか、そうエンドフェーズでいいか、エンドフェーズ、オルタガイストシルキタス効果発動して、あ、それ戻さないといけないの、あ、これ間違えたわ、これ蘇生トラップなんかあれだ確か、チェーンして
蘇生トラップに戻せばいいみたいな話はオルターガイスト使いが聞いたことがある。まあちょっとプレイングがバイキング許してください。いややっぱね、あのね、むずいけどね、やってるの強すぎてなんか勝てるわ。あーんーとこれはマルチフェイカーにもメルシークにもアクセスできないとちょっと厳しいな。マリオネッタ効果発動、デッキからここはさすがにプロトコルか、まあ、プロトコルか、プロトコルじゃなくて防火なんねんもんな。プロトコルセット包容2枚か、ちょっとマルチフェイカー来てれば最強だったんですけどね。これねリンク召喚ヘクステアした方がいいかな。ヘクステアした方がいいか。ヘクステア墓地送ったらマリオネッタじゃない、マルチフェイカー持ってこれるもんな。これプロトコルで、これプロトコルで、これ、ヘクステア射出して、ほんで、ヘクステア強化でマルチフェイカー持ってくるんだよ、これ。わかったぞ。ヘクステアからの、プークエリ発動、リンクモンスターが出てくると墓地から蘇るっていうか、手札に回収できるっていう効果。ちょっとなんかそんなに強くなそうだけど、まあでも、増人あるし、無限保留2枚あるし、まあ、プロトコルあるし、まあ割と強いか。あれだけやめて、ハーピーの羽根ぼうき。羽根ぼうきマジ聞いてないから本当にやめて。羽根ぼうきだけ本当に聞いてない。言うてモンスター効果3回から無効できる。暴走魔法陣。なるほど。これね、プロトコルの効果結構強くて、これ召喚師アレイスター召喚効果で、なんか止めれんのよね。無効にして破壊できるのよね。これ強くてさ、なんかモンスター残ってるとさ、例えばウララとか、まあ、ウローマから前そういわウララとか、なんか、エフェクトベイラーとか無限包容って無効にするだけでなんか破壊してくれないじゃないですか。だからモンスター残っててなんかアナコンダで出てくるとかね、あるじゃないですか、現代遊戯王。これねプロトコルって無効にして破壊してくれるんで、いなくなるんですよモンスターが。だからね、リンクサイドがならないから結構強いですよね。ウェンディー、オーケー、ウェンディー、オッケー。これは、シャドルモンスター裏返しみたいな特殊感するから、これ増殖するじゃないじゃないですか。そのシャドルもね、ちょっと自分で組んでないからあんま勝ってなくて、シャドルちょっと組んでみますね、今度ね。これね、自分がわかんねえデッキはね、自分で組んで回すのが一番早い。それが一番勉強になる。止めんどことかわかるし、ね、シャドルビースト、強えな。まあ、とりあえずアレイスターは止めれば、まあ、いなくなるから裏返し表示が起こんないし、まあ、そんなヤバくないと思うんだよね。でシャドールビーストの効果を発動していく、まあ、シャドールビーストをゴーストプロトコルで発動、無効にしていく。ミッションインポッシブルゴーストプロトコルの効果発動、ヘクステアを墓地に送ることによって相手のモンスターの効果の発動を無効にし破壊することができる。そしてヘクステアが墓地に送られたため、デッキからオルターガイストモンスター1体をサーチすることができる。さあ来い。いや、このくらいではまだ多分ね、相手ね、展開終わんないでしょ。多分なんか融合とかしてくるでしょ、あれ。多分、あのデッキ。これ多分もう一回マルチフェイカーじゃね？これマルチフェイカー強いでしょ、これ。無限包容打ってマルチフェイカー出すみたいな。何も展開してこないんだったら一応、メルシークなんだけど、いや、さすがにこれマルチフェイカー。これもう一回展開してくるみたい、俺は。ちょ、あれ、わかんねえ。言うてこれで終わる手数じゃないだろ、あのデッキ。結構多いよね、手数ね、シャドールって。あれなんか不安の結果感じんな。あ、やめて、ちょっとなんかそれで終わっちゃうのかな。マジか。ちょっと読み違えたな、これ。メルシーだったら絶対に。じゃあとりあえず金満で謙虚な壺で6枚見ましょう。あのね、割とね、金満で謙虚な壺リミット1になったせいでね、死んでるデッキって多いわけですよ。まあ、このデッキはそんなになんか合金とかでもいいけど、別にファンデッキがとにかく死んでるね。うん、なんかファンキャラデッキみたいなのって、まあ、結構コンボデッキ多いから、そこが死んでると言わざるを得ない。スキルドレイン、過密、無限包容、墓穴、あ、メルシーク危ねえ。オッケーで、メルシーク持ってこれる。マルチフェイカー君はですね、まあ、相手の動きに合わせながら出していくのが結構強いんですけども、あの、自分から出していくモンスターじゃないんだよね、その今この盤面では。メルシークめっちゃ強くてさ、これダイレクトでできるんだけどさ、なんかダメージ与えると相手のなんかカード墓地送るっていうのがやばい効果あって、なんか割とね、なんかね、簡易アーゼウスみたいな感じなんだよね。超融合なんだよね。なるほど。なるほど。
超融合ディアボリック界、あ、コスト強え、コスト強っ。あ、メルシーカー墓地行ったら一応サーチ効果は通るんで、まあはいはい。で、アノマリリス、わかんねえの来たな。シャドルプラス水属性、なるほど。このカードがモンスターゾーンに存在する限りお互いに、マホトラップカードの効果で手札墓地からモンスター特殊はできない。なるほどな、なるほどなるほど。で、墓地送られたらシャドル回収ね。あ、オッケー、了解。今そんなに制圧力ねえな。じゃあで、まずとりあえず一旦無限ホイ打つか。これマルチペガ出しに行こう、さすがに。で、マルチ出し行く。で、マルチ特殊しておくと、マルチの効果で、デッキからオルタガイスト出せると。これちなみに増殖するって結構重くて、増字はですね、2枚ドローになっちゃうんですよね。だからこれちょっと若干ね、弱いところではある。これでシルキタス特殊して、でシルキタスの効果で相手のモンスターバウンスして、こいつはね墓地に送るとガチでやばいことが起きるから、リンクスライドとかにされてもめんどくさいんだよな。これ戻せばいいんじゃないか。シルキタスの効果発動。シルキタスの効果によって、これでさ、ちょっとさ、君帰ってくれる一回、帰って帰って、あー、いや、ありがとう。オッケー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 。ほんでだな、1200ダイレクト通せ。はい、これ通る。あ、600か、そうか、金券発送してからな。ほんでプロトコルセットして、これでエンドじゃね。ヘクスティア出してもあんまり見ないじゃん。バウンスとプロトコルの弾用意してた方が強いだこれ多分。今日とかこんぐらいで勘弁しといてやるわ今日のところはこんぐらいで勘弁しといてやるわ。ほんでやな、一応プロトコルで効果無効になって、でシルキタスでプロトコルバウンスして、相手のカードをなんだ、バウンスできるのがあるから、レイシャドウルインカーネーション、自分の墓地のシャドウルモンスターを対象に特殊召喚できる。なるほど。ウェンディ君は今そんななんもしねえか。まあいいよ、それは全然いいっす。オッケー、特殊召喚ね、了解。了で、どうする。で、ディアボリックガイ、あ、強いですね、それは強いですね。ディアボリックガイパイセンは強いですね、さすがに。なるほど、ディアボー入ってくるなんのか。そうだよな、でもディバインとダッシュなくなってるからな今な。ディアボディナイアル引いてる、なるほど。ディアボディナイアル、これ数値英語とかあるんだっけ、あのデッキ。ディナイアル効果、あ、ディアボー戻すってことね。あー、強いねこの動き。それはまあいいか。アナコンダ出てきたらアナコンダバンすればいいし、アナコンダの効果なんなら無効にできるから、まあそんなに困んないですね。そこまで困んなそうな気がする。アナコンダ切ったら、まあ一応これでバウンスか、マルチフェイカー。こっちの方が強いね。シルキタス効果、マルチフェイカー戻して、ちょっと君帰ってもらっていいかお借りいただけ。はい、でプロトコルだけ発動しといて、でプロと効果でマルチフェイカー出して、はい、で、マルチは場所どこだろうな。これ場所も結構ね重要なんですよね。ヘクスティアがさ、リンク先のモンスターの打点も上がるとかさ、リンク先のモンスターリリースするとかあるから、なんかどこに出すかみたいな。あー、うらら来た来た、プロトコルの効果知らんやつ来ました。プロトコル君のですね、効果実はですね、なんか、まあ、隠されてはないんだけども、なんかオルターガイストの発動した効果無効にならんっていう、なんかやばいテキスト書いてありまして、うららとか無限法要とか一切聞かないんですよ。無効にならないんで、はい、すごいでしょこれ。これデッキから特殊化するなんだろうこれ、ムルシグでいいか。これがですね、意外とですね、まあ割とやっぱ刺さりますね。わからん殺しみたいなとかありますね。プロトコルの効果みんな把握してないっていう。割とね、ウララとかね、無限保養とかね、飛んでくるんですよ。ディナイアルガイの効果、あー、これもう一回アナコンダしてくるやつこれ、もしかしてこれ無限アナコンダ編突入するこれ無限アナコンダ編突入する説あるのこれ。でですね、ディアボ&ディナイアルでまた無限に蘇ってくるやつ、強えなこの動き、やべえ強え。エンドウェイズ、なるほどな、アナコンダはできないと。アナコンダしたところでプロトコル目に見えてるからな、あんまり確かに壁を用意してるだけにとどまらざるを得ないといったところでですね、一
旦シルキタスの効果発動しますか。シルキタスの効果発動してプロトコル戻しながらちょっとこれ君戻ってくれる。これもチェーン間に合わないでしょ、リインカーネーションみたいなやつ。リインカーネーション多分これもチェーン間に合わない。はい、どっか行く。 OK で、でだ、これさ、オルタガイストってやっぱなんか一手一手詰めてる感じがするよね。なんかその一手一手こうなんだろう、相手の、まあ、発動する効果をこうちょっとずつ無効にして、でなんか最終的に自分たちの盤面が完成するとなんかもう何もさせないみたいな、結構いやらしいデッキだよね。割といやらしいデッキかなと思うね。でこれで マリオネッタ持ってきて、今召喚権割いていないので、マリオネッタを召喚で効果発動。マリオネッタの効果によって、マジックトラップカードオルタガイストのやつを持ってこれるため、これで、マテリアリゼーションをセットで、マリオ効果発動。マリオ効果で、マルチフェイカーリリースしながらヘクステアを蘇らせる。これでヘクステア、ヘクステアっていう最強の場面ですね、これね。魔法カード、トラップカードをなんかめちゃくちゃ無効にできる最後のそうな盤面。はい、ほい。でリンク先のモンスターの打点分アップするんで、これで3000と3300強え。3300強くね。これ取れる、切る、まあ、取れそうな気すんだ。これ頑張れば、頑張れば取れそうな気がするけど、ちょっとわからねえ。いけそうな気がする。あ、壁2枚あるから無理か。壁2枚あるからちょっと普通に殴るか俺。まあね、こんだけね制圧場面作っときゃね、言うてね、相手返せないでしょ多分これ。800でこの600をぶん殴る。はい、で1600でディアボぶん殴る。はい、 OK で、ヘクスティア2連打ね。 OK、 きった、もう何もできんだろこれ。これで今何が起きるか、起きるかっていうと、まあ、うららでなんか効果無効にできるよっていうのが1回と、無限保養でモンスター効果1回無効で、プロトコルでモンスター効果無効、シルキタスで1枚バウンス、ヘクスティアで魔法トラップ無効と。はい、相手泡吹いて倒れるだろ。これは最強盤面でしょ、さすがに強すぎ。ワロタ魔法カードは魔法あのヘクスティアに無効にされて、でモンスター出してきたらシルキタスでバウンスされて、まあ、シャドルフュージョンは当たり前に、あ、ウララ使うのこれ、あ、デッキカードだからね。あー、なるほどね。はいはい、ほい、ウララで無効にされていく。でこれ墓穴打ってくるようなもんならヘクスティアで墓穴を無効にすればいいから、あんまり関係がない。はい、でリゾルブしていく。で無限保養でモンスター効果無効にされて、でさらにプロトコルでもモンスター効果無効にされると、勝てるわけありませんね、これ。勝てるわけないで、インカーネーションか、インカーネーションの効果で、まあ、多分ウェンディですね、これ。ウェンディを表側支部にしようとしますが、シルキタスでその守備カードをバウンスされていくと。強すぎないですか、これ。やばくないですか、これ。やってること。やばすぎ、バロタ。さようなら。つえバリつえ、このデッキ。なんかプリング結構むずいけどね、ちなみに。あとはぶん殴ったら勝ちですね。いや、すごい妨害量。やっぱね、そのまあ妨害力はもう半端じゃないし、回り出したらもう止まらんね、このデッキは。まあちょっと若干デッキがあの陰キャっぽいっていうところだけ難点。あー、弱そう。とね、何もね誘発がないとね、まあさすがにオルタガイストとはいえ返せないというところはありますね。あ、あれ、冷静に見たらこれあれだ、デュエルフィールドお互いのあれやんけ、マッチしててこれいい感じだね。これだ、相手のなんかメイトムカつくなんだあれな、あのなんかあのダーツの的みたいなメイト台なんだあれ、あんなあったか。デュアルサモン何このデッキ。あ、ユニゾンビは強い、ユニゾンビ強い。なるほどね。デッキからアンデッドモンスターを墓地送っていくスタイルで、何送っていく。あ、強えな、水木。いや、さすがに強えな、それ。あ、出た、まやかし回転。来ました、乳首大回転。乳首大回転の効果で、
これマジのまやかし敵じゃん。ロイヤル加工出た、ハジュン出ました。ハジュン召喚成功時なんかまやかしの中な出せるっていう最強モンスターですね。で、雪娘の効果で雪娘からの、アンデッド族帽子をくれる。強え、やべえ、クソ強え。これ理想展開されている。聖騎を吸う骨の塔、何ボンタワー、まずい、まやかしとボンタワーはまずいですよ。ちょっと待ってくれやばい、まずいですよ。聖騎を吸うボンタワーは自分のフィールド上にアンデッド族モンスターがなんか特殊召喚されると相手のデッキを破壊するという効果を持っている。まずいですよ、これはまずいですよ、やばいですよ、それはまずい。ボンタワーデッキ破壊だ、やばい、俺のデッキがなくなっていく、やめてくれ、やめろやめろ、うわやだ、ドローしたくない、ドローしたくない、でやー